こんにちは、吉川直美です。今日は1月21日、ヨハネの福音書の6章の1節から13節まで、腹の満たしを求めず主をせずに求めましょうというところを皆さんと御言葉を開いていきたいと思います。ヨハネの福音書6章一節から十三節。その後、イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。さて、ユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。ピリポはイエスに答えた。めいめいが少しずつ取るにしても、200デナリのパンでは足りません。弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟、アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと、小さい魚を2匹持っています。しかし、こんなに大勢の人々では、それが何になりましょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから、座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べた時、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のかごがいっぱいになった。ベテスタで病人を癒されてから、かなり長い時間をとって人々に、特にユダヤ人に対して父なる神様とのご自分との関係を語られたイエス様ですけれども、その後ガリラヤ湖に渡られて、の向こう岸に渡られて、舞台はガリラヤ地方にと移っていきました。そこでイエス様はその、ユダヤ人たち、憎しみの渦巻くその論争の場所を離れて、ガリラヤ地方の小さな山に退かれました。弟子たちもそこは一緒に行かれたんですね。ところがそこにもこうイエス様と弟子たちのところにその人々が集まってきて、静かな時を過ごすことができませんでした。大勢の群衆がイエス様のその評判を聞きつけてやってきました。病気の人、さまざまな問題を抱えている人が癒されたい、なんとかイエス様に解決していただきたいと押し迫ってきたんですね。この方についていったら間違いない、何か少なくとも悪いことは起こらないに違いない、
まあ、そんな風にして人々が集まって期待をしていました。そんな時、まあ、イエス様は食事の心配をされるんですね。ピリポにおっしゃいます。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。どこからパンを買ってきてこの大勢の人々に食べさせたらいいのだろうか。そんなふうに質問されます。そしてこのことはイエス様はピリポを試して言われたというふうにあります。イエス様には何かお考えがあったわけですね。こうまあ言われたピリポ、どんな思いがしたことでしょうか。そこに集まっている人たちは、まあ、5000人、当時男性の数だけ数えましたので、女性や子供も加えたら1万人ぐらいの人々が集まっていたわけです。ピリポは冷静に計算をしますよね。まあ、命名が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りない。200デナリのパンがあっても足りない。200デナリ、その1万人分の食料を用意するには200デナリ必要である。そして当時の1日の給料が、まあ、1デナリと言われているので、200日分の、まあ、お金が必要だというわけです。まあ、つまりイエス様、それは無理ですよっていうふうにピリポは言いたかったんじゃないでしょうかね。今の時代でも1万人の食事をいきなり用意するのはできませんよね。そしてお金をいくら払ったところでそれはまあできない相談です。イエス様、それはまあ用意したいのは山々ですけれども、これだけかかりますよ。弟子の言うことはまあ最もではないでしょうか。私ももしイエス様に聞かれたら、まあ、とりあえずちゃんと計算してこうこうこうだから、まあ、無理なんじゃないでしょうかというふうに申し上げると思うんです。ところが、まあ、イエス様はこの少年の持っているアンデネがイエスに言われたというこの大麦のパン5つと小さい2匹を持ってこさせて、それでこう人々を全てを満たさせるような、そのような御業を行ってくださったんですね。このたくさんの人々をわずかなものでお腹いっぱいにするという奇跡は本当に有名なものなので、そして他の3つの福音書にも記事が記されています。ところがこのヨハネの福音書、独特のところがありますね。他の福音書ではイエス様はまずパン屋さんこの魚を弟子たちに渡して彼らを通して群衆に配ったんです。ところがここではイエス様ご自身が自分で食べ物を配っておられるんですね。イエス様ご自身が、まあ、給仕として仕えてくださっている。食べ物を備えるだけではなくて、それをこう配るようなことまでしてくださっている。弟子たちはきっとイエス様に尋ねられた時に自分たちでそのパンを何とか用意しなければならないというふうに言われていると思って、現実的に計算してそれは無理だということをイエス様に申し上げたわけです。でもイエス様はそのわずかなものからご自分で十分に備えてくださって、そしてご自分がそれをこう分け与えてくださったんですね。そしてもし彼らが、その弟子たちが本当にその人々の空腹を心配していたとしたら、本当はこうイエス様に、この人たちの空腹のために何とかできないでしょうか、それまでいろんな奇跡を見ていたのですから、そのことを願い出たのかもしれないと思うんです。私たちは本当にその心が小さいというか、こう神様のスケールを知らないものですよね。ほんのわずかなもの、物質的な豊かさや能力や資質、時間、与えられているものがあるのに、それをこう主に差し出しさえすれば、
私たちの常識を超えて神様が働いてくださる、多くの人々を満たしてなお私たちの分までも余りあるほどに与えてくださる、そのような天からのパン、命のパンとしてイエス様が来てくださって私たちに分け与えてくださっているということに目がなかなか開かれないものだと思うのです。ここでのこの弟子のピリポやアンデレの反応、決して別に悪いわけじゃないですよね。さっきも申したように私もそんな反応をするかともしれないと思うんです。でも信仰は常識を超えて働くものです。目の前にあるもの、すでに今持っているものから始めればよい。あなたが今持っているもの、何か新たに必要なのではなくて、すでに与えられているもので十分。それをイエス様に用いてくださいと差し出すならば、イエス様が備えてくださって、イエス様が分け与えてくださるんですね。私たちはスタッフが足りない、資金が足りない、能力が足りない、いや私は体力がないので、いろんなものが足りない足りないと言って、だからできないというふうに言ってしまうことが本当によくあるなと思います。いや足りないのではなくて、これだけあります、これがあります、わずかですけれども、イエス様、あなたがこのようなものを与えてくださっていますと、主の前に持っていくときに、余りあるほどに祝福してくださるのです。自分の目にわずかなものだとしても、それを差し出してしまったら、もしかしたら自分の命が保てないんじゃないかと不安になるとしても、イエス様がもっと豊かに命を祝福してくださる、そのことを信頼していきたいと思うんです。私たちにはこの肉のパンだけではなく、天からのパン、永遠の命のパンが豊かに豊かにすでにイエス様によって備えられている、そのことを信頼したいと思います。お祈りをいたします。どうかイエス様、私たちに天からのパンを与えられているということを、もっとそのことに信頼することができるようにしてくださいますようにお願いをいたします。そしてまた、イエス様、あなたが分けてくださっているそのパン、残ったものも決して無駄にすることなく、本当に大切に味わうことができますように。命のパンであるあなたに感謝して、あなたに許されて生かされている喜びを人々と共に分かち合うことができますように、私たちのパンであるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。